You're listening to Shibuya Cross FM. そんな波のノープラネラジオ。はい、始まりました。レベリズムスタンドプレゼンツ、そんな波のノープランでラジオ。この番組は毎回素敵なゲストの方をお迎えして、ノープラン無計画にゆるーくトークを繰り広げ、私そんな波のトーク力を成長させる音楽バラエティ番組です。皆さんこんにちは、そんな波です。はい、レベリズムスタンド長谷部です。この番組ではそのななみのアシスタントをさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、佐野さん、はい、今日のゲストは再生のルクトゥミーです。お、ルクトゥミーだ。ルクトゥミー、ルクトゥミー時代に一回ゲストに来てもらって、うんうんうん、そうですね、はい、だからリナとアヤナはよく知ってるじゃないですか。はい、今回ニジホっていうね、佐伯ニジホさんという、うんうん、ななみんの一個上になるのかな。一個上、うん、ななみんの一個上かな。あ、なるほど。あ、そうなんですね。そうなんですね。そう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 、今初知りしちゃった。でまだあんま話してないもんね。そうですね、あの宣材写真の時に一度だけお会いして。そうだよね、くらいですかね、会ったのは。めっちゃあのちゃんとしてる風じゃないですか。うん、あのなんかいい、なんか育ちがいいお姉さんっていう感じじゃないですか、なんとなく。はい、すごいから、あの子。あ、そうなんですね。あの子ね、すげえキャラだから、うん、あ、そうなんだ。超ね、あの、なんていうかね、ドジっ子。ドジっ子なんだ。じゃあなんかちょっと私と似てるかもしれない。似てる。そしたら、そうそう、生き写しかと思ってる。あ、そうなんですね。あ、そうだ、ちなみにボブに切りました。そうなんです、佐野さん、ボブに切りました。切りました。どうですか。そう、もう自己申告制になったね、前回の浴衣からね。そう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 、浴衣で俺ね、ツッコめなかったからね、うん、ごめんね。そう、あと今日は秋服デートコーデみたいな。そうそう、ちょっと題名をつけてみたいな。やってみたんですけど。めっちゃいいよね。そうなんですよ、デートする格好にしてみました、ね、今日は。そしたらまさかの雨だったっていうね。そうなんですよね。なんか大体雨のことが多くてちょっと悲しいんですけど。あー、確かにね。でも、うん、ちょっとギリギリ保たれてるのがいつも。そうだね、傘差してる人いないもんね、今ね。そうなんですよ ね、よかったと思って。ね、さすが晴れ女、ね、やった晴れ女つか、う曇り女と呼ばせてくれ。え、なんでうーって言ってんの。まあね、そうそうそう、うん、で、あの佐野さん、一個ね、今日告知があるということで、はい、ちょっとそうなんですよ、皆さん耳を傾けて聞いてほしいんですけど。お願いします。はい、新しいお知らせができるんですけど、はい、ヒップホップアーティストのジャパニーズマゲニーズさんの新曲明日晴れるかなに女子高校生役として MV に出演しております。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。で、傷ついた女子高生がタイトルにもなってる明日晴れるかなと希望を持って頑張ろうと思えるような、うん、あの演出にもなっているので、皆さんよかったらたくさん見て、あのいいね、高評価、コメント、うん、よろしくお願いします。いいね、高評価、コメント。ジャパニーズマゲニーズさん、ラッパーの方ですね。そうですね、ヒップホップアーティストさんですね。そうですね、あの、YouTube でジャパニーズマゲニーズ明日晴れるかな、明日晴れるかな、カタカナなんですよね。そうですね、そう、明日晴れるかな、検索したら出てくると思いますんで、はい、はい、皆さんチェックお願いします。よろしくお願いします、ね、ちょっとね、撮影が結構大変でして、うん、はいはいはい、なんかスタジオで雨を降らせて、はいはいはい、あの濡れながら撮影するとか、うん、あとはなんか新しい挑戦というか、うん、そういうシーン、なんかそんなのやつに、そんなにあのそういうシーンではないんですけど。そういうシーンじゃないよ、全然。思った以上になんか私の顔がアップされてる感じではあるので、そうですね、よかったらぜひ見てくださいね。っていう、でも新たな挑戦、じゃあ新たな挑戦ですね。そうですね、あれも制作の人も、うんうん、あのうちの事務所サイドにこういうシーンあるんですけど大丈夫ですかっていうような打診があったぐらい、はい、そうですね、ちょっとあの、あ、大丈夫かな、まあ大丈夫っしょみたいな感じで、うんうんうん、あのゴーさせたんですけど。そうですね、うん、でもね、実際そんなね、あのちゃんとした、はい、あのいい MV になってると思うんで、はい、素敵な MV を、ね、はい、出演させていただいたので素晴らしいです。嬉しいなと思いました。本当に決めてくれてありがとう。いや、こちらこそです、ありがとうございます、ね、本当に。はい、ね、なんかまあそれ
でもまあまあ、まあ、これからねまだ、うん、まだあの解禁できないんですけど、はい、あのねドラマの方もねそうです ね、それはねもうちょっと待ってもらってもうちょっと先なんだろうないつになるんだい私わからないんですよ俺も何も情報来てないそう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 なんです ね、それもお楽しみにしてくださいねはい楽しみにしててくださいはいというわけでちょっとね今日ね質問がちょっと多めなんで早めに曲いきましょうかね、はい、ありがたく多くありがたくあそうだ一個ごめんちょっとオープニングトーク一個聞いていい？はいあしょうもない話していい？はいしょうもない話今日したかったはいどうぞあのさナナミンってさ、はい、生活していく上で、はい、こだわりみたいなのってある？え生活していく上でのこだわり？なんか例えばね、はい、人によってはさ外行って靴履くときは左から履くとかさなんか変なこだわりなんかどうでもいいじゃんっていうような感じだけどそのこだわりってあるじゃないですか振り向くときに内側に向くあ、振り向くとき内側に向くなんかお参りするときとかって内側向くっていうそうだねはい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 うんとかってことですかなるほどあお参りするときに神社とかに、うん、内側に向いて帰るっていうのが、うんいいっていうのはあーなるほど親から聞いててはいはいはいこだわりでもなんだろういや特にないかもしれない俺ね一個だけあるんですよなんですかこれほんとクソしょうもないっすよはいあの腕時計を右につける右あ、そうなんだ右利きなですか僕右利きですですよね右利きだと普通左につけるんですようんだけど僕右利きだけど右につけるっていう、うんうん、あのこだわりがあってなるほどでこれずっと僕中学の時からずっとそうですずっと右ですあそうなんだそうへえ、まあ、だからどうしたって話なんだけどだから何ですかっていう邪魔じゃないですかなんか左の方がなんか右はいつも動かすからそうだよねだからこそみんな左につけるんだろうねうんだけどなんかまあただ、まあ、受け売りでクリスチャン・スレーターって俳優がいるんですよでクリスチャン・スレーターってもう90年代とか80年代後半とかすごい売れてるハリウッドの俳優さんで、うん、僕すごい好きだったんですよ、はいはい、すごくかっこよくてでその人がいつも右腕腕時計しててあ そ, うなんだそっから僕真似してるっていうだけですあそうなんですね、はい、あじゃあもうな憧れがあってつけてるっていう感じでそうそうあなるほどどうしようもないよねいやそんなことないですけどどうしようもないんだけどでもこういうのってあるじゃないですか、 なんか、はい、この人が好きだからこの人と同じ髪型するとかあるじゃないですか確かにそうだからそういうのと同じ感じでななみもなんかそういうのあんのかなと思ってあ私もボブにした理由は、はい、元ビッシュのアイニディさん、はいはい、アイニディさんをきっかけに結構短く切ったりはしてて、そっかそっか、だからボブにこだわりあるって言っちゃこだわりなのかな。うん、なるほどね。ああ、なるほど。そうだよね。あ、そういうことか。そう。なるほど。そういうことそういうこと。生活していく上での自分だけのこだわり。なるほど。そう、皆さん覚えておいてください。あ、帰宅したら即お風呂入る。え、そうなの？はい。即？はい。どんなにお腹空いてても。どんなにお腹空いててもお風呂には入る。へぇあ入らない時もあるからこだわりじゃないやそれダメ間違えたOK 違いました、まあまあ、まあそっか、はい、でもまあ風呂はなるべく早めに入りたいタイプ、ね、そうですねやっぱ疲れてる時は絶対すぐに入りたいですそうだよねうん、うん、OK です覚えときますじゃあ、はい、曲いきましょうはいかしこまりましたそれでは聴いてください明日の空へ今ばかすぎて
ただいま聴いていただいた曲はそんななみで明日の空へでした。はい、それでは本日のゲストをご紹介します。再生のロックトゥミーです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは。再びステージできる主人公、私たち再生のロックトゥミーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リーダー黄色担当の神崎里奈です。水色担当の日瀬彩乃です。ピンク担当佐伯虹穂です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、自己紹介完璧です。イエイ、はい、練習してたもんね。練習したい。えらいえらい。佐野さんどうですか、虹穂が、はい、さっき言ったもう超ドジッコの、ね、そんなことになってたんですね。まだ見えないです。そうだよな、まだ見えない、まだ見えないね。そう、でもすごいんだよ本当に。この間レコーディングだったんだけど、ね、もうやだー。何何電車逆方向に乗って1時間遅刻していくんだよ。 あ、そうなんだ。そうなんですよ。なるほど。1時間で着くところを2時間かけてレコーディングしに行って、うんね、うん、でもみんな笑ってくれたから、うんうんうん、そうギリギリセーフ。いや本当面白かった。なんか駅名が似てたとかじゃなくて、普段乗らない線だったから分かんなくて逆方向。そういうことか。なるほど。そう、ね、今越谷レイクタウンですって絶対どこ行っちゃったのではないことが分かってたから。レコーディングだって絶対違うのね。絶対違うじゃん。もう一番ここ1年ぐらいで一番焦りましたねその日が。焦りますよね、うん、確かに。でもちゃんとね、たどり着いたし、そうで、ちゃんと事前に連絡くれて、うん、すみません遅れます、だから全然 OK なんですけどね。さすがに無断で1時間遅刻は。そうそう、それはもう確かに ねやべえこと言うじゃない。なかなかだね。そうそうそう、そんなね、虹穂さんを加えた、はい、この、再生のルクトゥミーっていうグループなんですよ。なるほど、はい、佐野さん仲良くしてあげてください。あ、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。そうで、ちょっと、うんうん、今日ね、質問がね、はい、ちょっと多めなんで、ちょっとね、早めに曲いっちゃいたいと思いますので、はい、曲紹介お願いします、はい、お願いします。はい、それでは聴いてください。君だけに発動する本気のウィンク。
今聴いていただいた曲は再生のルクトゥミーで君だけに発動する本気のウィンクでした。はい、いい歌でした。いい歌でした久々に聴きましたそうだよね。そう素敵な曲で、そう素敵な曲なんです。本当に、ね、うんうん、そう、そんなわけで、ちょっと質問コーナーなんだけど、これからいきます。はい、はい、すっげー多いんでお願いします。ちょっと心して答えてください。はい、はいはい、じゃあまず行きます。ちょっとね、この紙に書いてないものから先に行くんで、はい、書ききれなかったものがあって出ました、アドリブ。出ました、はい、行きます。アドリブで考えてください。はい、はい、ラジオネーム、これとヒューガの神さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。新生ルクトゥミーさんへ質問。3人で再出発になりましたが、目標ありますか？おぉ、聞きたい はい、はい、リナどうぞ。具体的に、うん、なんか一個、これがゴールとかじゃなくて一個目標があって、夏フェスに出たい。ほんとそうっすよっていう目標があります。左に同じ、夏、左、右に同じ、あ、間違えた、左に同じ、左に同じあ、あやなも、うん、あ、あやなはもう今立ってるライブ会場よりも大きい会場にいっぱい出たいな、うん、そうだよね、思ってます。左に同じく、左に同じく台盤では、ね、出てるんだけどね、はい、台盤では、そう、でもやっぱ、うん、それでワンマン埋められるぐらいだったら、うん、まあ、ね、スーパースターだよ、ね、うん、スーパースターになります。どんな台盤でもトリを任せていただけるようなグループに、ね、なれたらいいなって思ってます。そうだよね、はい、まずはね、まずは、はい、そう、着実にやっぱ進んでいくしかないと思うけどね、うん、ちょっとみんな日々の努力が全部反映されると思うんで、はい、頑張りましょう、ね、はい、頑張りましょう、はい、頑張ります。はい、じゃあ次の質問いきます。はい、どこのライブ会場が好きですか？これはもうライブ行ってるこれとさんだからこそわかるの質問ですね。困るなぁ。そう、ライブ会場困るなぁ。いいよ、もう忖度なしで。いいですか？はい、どうぞ。私は池袋サウンドピースさん。え、好き？いいよね。いいよね。この前、池袋サウンドピースさんでライブさせていただいたんですけど、はいはい、そこが、なんか今までで一番、なんか対バンの中でなんかみんなが楽しんでくれて、うん、あ、終わった後、本当に楽しかったなって思えたライブだったんですよ、はいはい、だから思い出に残ってて、うん、ほんとつい最近なんですけど、そうだよね、思い出に残っててサウンドピースさんかな。サウピさん、サウピさん、うん、いいよね、かな、いいよね、いいよね楽しかったよね、あの日、うん、ね、めっちゃ楽しかった。お客さんがあったかいよね、なんか、そうなんですよ、なんかコミュニティがもうすでにできてるみたいな、そう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 、そんな感じではある、うん、我が家にみんな帰ってきたみたいな、そうそうそうあったかさがそんな感じあ、うちらホームだったんだ、サウピさんホームかもしれない、ね、かもしれない、うん、リナは、え、めっちゃ迷うんですけど、うん、どうしようかなって今頭でなんかシャッフル、ずっと会場名がシャッフルしてるんですけど、はいはい、まあ、サウンドピースさんも悩んでたんですけど、はいはい、個人的に渋谷ダイブさんが、あー、ダイブさんいいよね、なんとなく個人的になんかその知ってるグループさんで、うん、その出てるってのを知って、この出れたっていう過去のはい、はい、あるので、またもう一回出たいなっていうふうに思います、ね、また立ちたいよね、はい、綺麗、うん、綺麗だね、行きたい、またうん、行きたい、俺もっていう思い、思い、オッケーです、オッケー、思い、あやなは、はい、あやなは新宿キースタジオさんです。あー、あるだね、はい、理由は、はい、まあ、大きいかなっていうのもあるんですけど、あやな理由はって絶対言う理由は必要でしょ、うん、うん、大丈夫、いいよ、いいよ、言っていいよ、なんていうの、一番歌いやすい会場かなって個人的には思ってるので好きです。広いしね、はい、あのバックモニター綺麗だしね、うん、めっちゃすごい、うん、ね、ナナミンどっかある、なんかアイドル時代にここの箱すごい好きだなみたいな。私はやっぱ一番思い出に残ってるのが2つあるんですけど、どうぞ。晴れ舞台、晴れ舞台晴れ舞台と、あとラストのライブ会場の大手町、うん、違う品川、品川だね、品川インターシティホール、インターシティホールか、はいはいはい、そう、そこでやったのが一番思い出深くて、好きです。そうだよね、はい、そう、晴れ舞台はね、この間僕ら行ってきたんですよ。あ、そうなんだ、別のグループさんの解散ライブに誘われて、なるほど、
行ってきて晴れ舞台、まあ僕はね何回か行ってるけどメンバー初めて晴れ舞台行って、そうなんですね、初めて行きます。でかかったよね、大きかった、大きい、大きいし、私がそこで生誕祭やったんですけど、なんかまさかそこでやると思わなかったので、はいはいはい、その時はなのでめちゃくちゃ嬉しくて、ね、会場全員楽しそうで、ね、パンパンだったよね、あの日ね。パンパンだった、よかったです。そう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 、はい、ありましたね。なるほど、わかりました、はい。じゃあちょっと次の質問いきます。はい、ヌクトゥミの持ち曲で好きなのは？おーおー、ちょっとこれ20を聞いてみようかな。私はもう多分ちょっと前から言ってるんですけど、ルックトゥーミーです。おー、嬉しい。ルックトゥーミーです。嬉しい。歌詞が好きなんだって。歌詞が、あ、ほんと。そうなんですよ、歌詞が可愛くて好きで、シンプルなんだけど、なんかシンプルだからこそなんか純粋な感じがして、そうすごい、合ってますね。合ってます、合ってます。そう、だから好きなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。じゃあリナは、前まではモブキャラは前を向くっていう曲が好きだったんですけど、君だけに発動する本気のウィンクが出てきてから、ちょっとこう、接戦だ、接戦なんですよね。はいはいはい、どっちもどっちもどっちも好き。全然ジャンル違うけどね、曲のジャンルが。なんか自分的にその曲も好きなんですけど、その曲のレコーディングした時に過去一うまくいったんですよ、ね、今までの。なんか歌の練習の成果が出た感じがして、なんかちょっと気に入っちゃって。なるほどね。な感じです。じゃあ、あやなは、あやなはずっと変わらずスタートダッシュクレイジー、うん、ありがとうございます。そう、そう、あやな偉いよ、うん、ありがとう。それでいいんだよ。それでいいんだ。オッケーオッケー、ありがとうございます。じゃあちょっと次の質問いきます、はい、ちょっとね、多いんでね、ちょっと早めにいきますね、はい。はい、3人の長所を教えてください。長所、長所、苦手だ。私は行動力があるところです、うん、あ、はいはいはい、なるほど。悩まない、あんまり悩まない。一回決めたらもうすぐ行動に移すので、うんうんうん、行動力です。あ、素敵です、素晴らしい。リナは、先にアヤナで。じゃあアヤナは、アヤナは、私の長所どこみたいな聞かないで。まあ、お友達とたくさん話せるとこです。あー、なるほどね。はい、ちょっとあまり緊張しないで話すことできるの、はい、そうです。でも人見知り発動するやん、たまに。たまに。学校とかだと、うん、まあ、学校でしか関わらないから、はいはい、行ける。あ、そうなんだ。はい、お仕事だとちょっとあれなんだ、ちょっと緊張して。緊張する。じゃあ、ななみんと緊張する。はい。あ、で、はい。そうだよね、だって楽屋で全然話してくれない。ちょっと緊張が。そう、ね、つか、みんな、そうなの、みんな緊張しいなんですよ、うん、緊張基本的には。後で話そう。はい。じゃあ、リナは？はい、今聞いて、うん、自分で言うことじゃないかもしれないけど、いいよいいよ、真面目？はいはいはい、うん。なんですかね、なんですかね。真面目だと思うよ。なんか、一個のことを達成するために、うん、粘り強い、うんうんうん、なんていうんですか、心はあると思います。 OK です、うん、いいです、素晴らしい。結構ポジティブだよね、うん、あ、でも、うん、ネガティブなんですよ。あれ、超ネガティブなんですよ。実は豆腐メンタル、豆腐メンタル。私の知ってるリナちゃん、こんな感じです。そう、あ、そうなんだ。そうなんですよ。なるほど、じゃあ違った、ごめん。ポジティブ、でもポジティブになりたい、うん、ポジティブに見えてる。やった、うん、よかったです。いいことだよね、それはもう、うんうん、そう、見えてれば OK だよ。それはよかったですね。うん、そうそうそう、ポジティブにいつかなります。そう、うんうん、こんな3人なんですね。なるほど。佐野さん、なんかあります？長所ですか？自分の長所聞きたい。長所は、負けず嫌いなところ。お、うん、なんか、うん、どうしても、うん、めっちゃうるさい。なんか負けたくなくて、やっぱアイドル時代でも、うん、やっぱ一番上の人がいたとしても負けたくなくて、うんうん、へばり強く、粘り強く、粘り強く、うんうんうん、頑張ってたところですね。うん、そうだね。そうですね。でもそれに伴う努力がちゃんとできる子なんですよ、この子。すごい。そうそうそう。頑張ってました。そう、素晴らしい。そうそうそう。そんな感じでちょっと次の質問いきます。はい、はいはい、お願いします。佐野奈々美さんをどう思ってますか？どう思ってますか？怖い怖い怖い。何その質問。これはね、二次方行ってみようか。そうですよね、来ると思った、うん、私まだ会うの2回目なんですよ。そうだよね、うん、宣材の時もあって
3秒も会ってないと思う、うん、そうだね、多分挨拶して終わりな感じだったから、すれ違ったぐらいですよね、うん、で 今一番話してる、そうそうそう、うん、でも長谷部さんからすごい話も聞いてたので、うん、なんかめっちゃベタ褒め、佐野さんベタ褒めでしたよね。え、そうなんですか、まあ、そう、僕が出来合いするあのタレントなんですけど、出来合いすごいすごい子なんだなっていうのは分かってるんですけど、いやいやいや、ありがとうございます。今日だからまだまだあんまり、うん、まだ分からない、今日だからこの後、うん、あれ思いっきり話して帰ろうと思います。あ、ぜひぜひ、はい、たくさん話して帰りましょう。はい、じゃあリナは、なんかやっぱまだ緊張するんですけど、うん、優しい、優しいよね、かわいい、優しくてかわいい、かわいい、そう、いやナナミンのね、自己肯定感上げる、うん、番組です。なんか嬉しい、うん、本当にボブ似合うし、ボブじゃなくても似合う、多分たまに TikTok 見てる、うん、見てます。 ありがとうございます。嬉しい、ね、じゃあ綾菜いく。はい、綾菜はあの事務所に入る前から見てたので、はい、なんか嬉しい、画面の中の人みたいな感じだったのが今直接話してて、はいはい、すごいなんかお姉さんな優しい方だなって思ってます。いや嬉しい、ありがとうございます。私にとって妹なんで。そうだよね本当にそう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 、彩乃ちゃんは妹だから、うん、あの水色なんで、そう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 、水色同士っていうのがあるし、ああそうなんだ、もともと水色担当だったので、で、グループ最年少だったね。そう、あ、じゃ結構共通点、そう共通点、そうそうそう、共通しかないね、やったじゃあ、そんなわけで次の質問いきます。はい、はい、ペンネーム八割先生、はい、にじほちゃんへ質問、デビューしてだいぶたくさんライブに出て慣れてきたと思いますが、はいはいはい、初めてライブに出てびっくりしたこととか、はい、楽しかったこととか、はい、印象に残る出来事とかありますか？3つまあ、あのバクッと1個でね、驚いたことはなんかマイクのなんかリハーサルとかでマイクで歌う練習ができるわけじゃないじゃないですか、うん、デビューライブで出た時に初めてマイクで歌うことになったから、うん、なんかそのカラオケで歌う時のマイクの感じとライブで歌う時のマイクの感じが全く違うので、うんうん、なんだろう、結構そこがもう試行錯誤しながらで、確かにマイクこんな会場ごとにも聞こえも違うし、うん、なんかそのマイクの感じは一番びっくりしました、うんうん、そうだよね、うん、初めてやるとなるとそこをまず来るよね。そう、結構来ましたね、うん、私も最初そうでした。 あ、ごめんなさい私も最初デビューした時も、うん、マイク持って歌うのがその初日だったから、多分同じ思いをしていると思います。緊張しますよね。どういうこと、入ってんのみたいな。そうなんです、入ってんの。そうそうそう、わかるわかる、そうだよね、うん、なるほど、わかりました。これ25だけの質問か。じゃあ、 あの次の質問いきますね。はい、ありがとうございます。はい、ルクトゥミ全員へ質問。やっと秋らしい日が多くなりましたが、はい、秋になったら食べたいスイーツとか食べ物ありますか？おお、はい、はい、どうぞ。栗が大好きなので栗食べます。はい、栗食べます。 OK、 栗食べます。栗食べます。栗食べよう、イエーイ、イエーイ、はい、急にもう栗食べます。食べます。じゃあ栗、栗、あなたも栗、栗食べます。栗食べます、オッケー。じゃあリナは？私も栗って言いたいところなんですけど、栗苦手なので、苦手なので焼き芋を食べます。焼き芋食べます。同じです。よし、焼き芋いいよね。よかった。スイートポテトですね。はい、焼き芋、うん、スイートポテト、うん、芋いいよね。ナナミンは？あ、同じ。あ、同じ、そうだよ ね、 やっぱね。栗あんまり好きじゃない、うん、あ、でもモンブランは食べれる。そう、わかるわかる、モンブランめっちゃうまい。モンブランは食べれる。食わず嫌いしてます。食べた方がいい。食ったらうまいよ。本当ですか？うまいよ。信じてみよう。というわけでちょっと次の質問いきます。はい、はい。ラジオネーム北国の南風、北国の南風さん、はい、東京も秋の雰囲気を感じつつありますが、よく〇〇の秋と聞いたことありませんか？はい、佐野七海さん、ルクトゥミンの皆さん、それぞれの思う〇〇の秋を教えてください。おお、よしよし、うん、じゃあリナ行こうか。はい、食欲の秋。うん、オッケー、合格です。不合格もあるの？不合格あるよ。やばい。じゃあ、にじほ。
え、聞いたことないけど、お出かけの秋。あ、でも過ごしやすい。そうなんですよ、ね、出たいもんね、外出たいよね。そう、家にいるのがもったいない気温なので、外に出たいです、うん、なるほど、うんうんうん、合格合格です。じゃあ、あやな行こう。あやなは食欲の秋です。合格です。なんで、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 合格です。いや、ひねってほしかったなと思って。じゃあひねるなら、うん、ずっと寝てる秋がいいです。あ、不合格です。はい、いや、ななみんは？私は筋トレの秋。お、お、筋トレ合格ですね、それ。お、やった。筋トレっていうのも、なんかこれから太る時期じゃないですか。冬にかけて家に出ないとか、あとご飯一生食べまくるとかで、一生食べる、暇さえあれば食べちゃうとかあるじゃないですか。確かに。そう、だからそれを筋トレの秋に変えて、はいはい、なんか保てれるように、保てれるようにね、体型維持できるようにしようかなと思っているところです。そうだよね、先輩。筋トレしない。そうそう、筋トレします。そう、冬は太るって言うもんね、うん、頑張りたいなって思って、うんうん、OK です。はい、じゃあ次の質問いきます。はい、ラジオネーム赤身インパクトさん。はい、ありがとうございます。ルクトゥミーさんはリブランディングしたとのことですが、生まれ変わるとしたら何になりたいですか？はい、はい、二次方行こうか。本当にこれずっと考えてるんですけど、ちょっと恥ずかしいけど、結構自分なんですよ。うん、いいと思うよ。自分それでいい。本当は生まれ変わらずに、このまま私のまんま一生生きてたい、うん、転生せずそのまま生きていたいけど、はい、だから強いて言うなら自分ですね。自分ね、うん、はい、いいと思うよ。自分に自信持つのはいいことだと思います。はい、はい、じゃあリナ行こうか。はい、二つあって、お、まあ、人になり、喋りたいから人になりたいか。、うん、もう一つはめっちゃ高級なお家のワンちゃん、うん、限定なりたい。そうなんだ。なるほどね、はい、いい育ちを、うんうん、そう、犬になって寝てたい。寝てたいのね、うん、けど喋れないの辛いからやっぱ人間になりたい。まあそうだよね。なるほどね、わかりました。あやな行こうか。あやなは何じゃそりゃみたいな。あやなは鳥になりたいです。え、なんで？どう、今自分自身がインドアすぎて、うん、外に出たこと、あ、ちょっとあるけど、うん、外に出るタイミングを逃しつつあるので、うん、鳥だったらどこまででも飛べるので、どこまででも飛べる。鳥になっていっぱいお出かけしたいです。そうだよね、はい、うん、なるほど。ななみは？私はやっぱ自分ですね。お、そう、それでいい。それでいいよ。私以外にもいてよかった。そうそう、うん、います、います、ここに。そう、僕も自分なんで、はい、そう、自分です。結構、自分の方が多い。そう、自分です。生まれ変わってもまた自分で生まれたい。あ、うん、うん、よかった。そうそうそう、OK です。じゃあ次の質問いきます。はい、はい、自分の注目してほしいところはどこですか？自分の中で、ここを見てみたいなところってなんかありますかっていう。ライブ中とかでもいいですか？いいっすよ。ライブ中は表情かな、うんうん、結構ずっと基本笑ってるけど、そんな結構歌詞に合わせて変えてたりとかするので、うん、そこも見てくれると嬉しいです。嬉しいです。OK です。じゃあリナ行こうか。私は目がなくなるぐらい、うん、笑うとこが注目してほしいところ。注目してほしいところ注目してほしいんですかね。確かに、うん、OK です。いっぱい笑ってるよってね。笑ってるよ。あ、そうです、大体笑ってるよ。あやなは？あやなは自覚がないんですけど、うん、このちっちゃいお体で大きな声で歌うところを注目してほしいです、うん、あ、確かにね、うん、はい、うん、そう、歌声パワフルだからね、はい、あやなはね、うん、歌声好き、ありがとうございます。、ね、よかったです。OK です。じゃあ、次の質問いきます。はい、イメチェンするならどうしますか？はい、はい、二次方、はい、イメチェン。私は髪の毛を白みたいな金にします。あー、はいはい、うん、結構もう私一回も生まれてから染めたことがなくって、うん、なのでずっと染めてみたい欲はあったんですけど、うんうん、まだ勇気が出てないので、うんうん、早く染めてちょっとギャルみたいになってみようかなって。マインドギャルなんですよ。マインドギャルで、ね、ギャル憧れだから、なんか全然もう見た目はギャルからほど遠いから、ちょっとやってみたいなっていう気持ちがあります、うん、なるほど。憧れ。似合いそう。ほんと？うん、やったら似合うかもね、わかんないけど。本当ですか？うん、やってみよう。
やったら写真送りますね。お願いします。個人的にお願いします。じゃあリナは？私はインナーカラーを入れてみたい。ああみんな髪だ。髪の毛ですね。なるほどね。はい。じゃあ、あやなは？あやなも髪って言いたいんですけど、うん、学校の校則が厳しすぎて、はいはい、ネイルとか松葉とか、うん、全然やったことがないので、うん、いつかやってみたいなって思ってます。なるほど、はい、松葉もダメなんだ。そうダメなんですよ、ね、そうなんだね。知ったけど厳しいね。だいぶ厳しい。ななみにどっかイメチェンしたいのか。イメチェン、でもそれこそやっぱ自分も髪の毛染めたことないから、うん、あれそうなんだ。そうなんですよ。なんかだからもう一気にハイトーンとかにしてみたいとは思ったりしてるけど、うんうんうん、ただ似合うかどうかもわからないし、うんうん、この職業だと。ななみとかそう仕事に影響するからね。仕事に影響するから、うん、逆に仕事で撮れたらいいなと思ってて、なのでそれを狙って頑張りたいです、うんうん、OK です。わかりました、はい。では次の質問いきます。はい、はい。ラジオネームゆういちろうさん。はい、はい、ニックネームを考えてほしいです。お、はい、はいはい、もう皆さんお願いします。はい、皆さんお願いします。お願いします、はい、考えました。リナね。お願いします。どうぞお願いします。お願いします。ゆっぴー。おー素晴らしい決定です。ゆういちろうさん、これからゆっぴーさんで。かわいそう、どうしよう。ぴーとか嫌ですとかだったらどうしよう。もうそれで多分満足してると思います。ほ、うん、本当ですかね。いいあだ名。あやなも、あやなはゆっぴー候補に入れてたけど、うん、なんかかぶっちゃったからもう一個候補としてあのゆうたん入れときます。ゆうたん、はい、ゆうたんいいじゃん。お二択、二択どっちでもいいですよ。ゆういちろうさん、どっちでもお願いします。はい、じゃあちょっと最後の質問いきます。はい、はいはい。ラジオネーム、佐野七海専属亀子としぼさん、ありがとうございます。はい、秋といえばこれは、同じなのでちょっと飛ばして、事務所のみんなが揃ったのであえてここで質問、うんうんうん、長谷部社長にここだけは直してほしいこと、今日だけは本音トーク許してあげてください。おこんなのいっぱいあるに決まってんじゃないなここだけはっていうかもう直してほしいこといっぱいあるに、もうはい、ちょっと笑えることを、はいはいはい、あるんだよね。そうだね、みんな多分みんな思ってるのではないかと。お、一回言った話を覚えてくれない。おそうだそうだ。もう病気じゃん。もう何回言ったのか。ありまして、エピソードトークが。もう良くない。もうなんか良くない。ありまして。良くない。事務所入りたての時ですね。入りたての時にこう初めてだから、このいろんなことを聞かれるんですけど。良くない。まあ会って5回目ぐらいまで毎回血液型聞かれてました。よくない。しかも毎回私も初めてみたいな感じで、あ、A 型ですって。よくないよくない。しかも血液型なんだね。だけどなって。よくありますね。あるある、うん。ありますよね。よくある。本当にごめんなさい。で、所属者ね、ガーって入ってくる時期とかってあるんですよ、うんうんうん、でその時に、まあ、みんな同じこと聞いてると、うんうんうん、被っちゃうのよ、どうしてもね、うんうんうん、そうするといろんな人に同じことを聞いてるともう全員忘れちゃうみたいな、うん、それでまた聞いちゃう5回です、5回ですよ。でも何か、長谷部さんのすいませんでも聞くときに前聞いたことあるけどじゃなくて、あたかも初めて聞いたかのように聞いてるそう、こっちも初めてかと思っちゃうよね。何回、何回目みたいなね。そうで、3回目ですよとか言うとえ、これ良くない、本当に驚くんですよ絶対初めて、僕絶対初めて、そう、聞いたことないななみありますか、何か。あー、まあ、そうですね、よくないかな。やっぱ長谷部さんおしゃれじゃないですか、うんうん、服好きですよね。そう、服おしゃれだから、なんか私たちタレントよりもなんかちょっと目立ってんじゃないかなと思ってそこ、そのさん、そんなこと思ってたんだ。ちょっと思って、あ、マジでちょっとね、あ、服、お前なんかこじゃれて決めてんじゃねえよみたいな。そんな口を悪いことはないけど
あそっかそっか。でもそうファッションは好きなんだよね。はい。そっかそっか。そうだね。ちょっと気をつけます。いや全然。これからのいろいろ気をつけます。皆さんにね、あの同じことを聞かないように、あの僕もちょっと気をつけますんで、はい、これからもお願いします。はい。はい。じゃあ質問コーナー終わります。はい、ありがとうございました。じゃあ曲いきましょうかね。はい。それでは聞いてください。手紙。曲の途中ですけど、もうそろそろお別れの時間なんで、早い、はい、再生のルクトミどうでした今日？とっても楽しかったです。あ、よかった。最後なんか告知を。はい、どうぞ。10月の20日の19時20分から五反田 G6 さんにて、私の17歳の生誕祭があります。 おめでたい。パチ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 。この告知するの緊張してたもんね。ちょっと緊張してたので、あのもうライブもドキドキなので、たくさんの人に来てほしいので、皆さんぜひ来てください。待ってます。お願いします。10月20日、10月20日です。五反田 G6 さんです。お願いします。お願いします。で、ナナミン今日どうでした？はい、やっぱあの再生されたルクトゥミ。めっちゃ名前変えちゃったね。再生のルクトゥミ、なんかあの再生されて、あのまた来てくれて、にじほちゃんも初めまして、二度目ましてだけど、あのたくさんお話できて楽しかったです。もう本当にありがとうございました。ありがとうございました。後で楽屋で話しましょうか。たくさん話してね。はい、そこであの私からも告知させていただきます。はい、エモいショートムービー初恋一途に引き続き、キスの後先が YouTube にて配信されています。なるみゆうこ役で出演しているので、ぜひご覧ください。そしてここで新しく告知がありまして、先ほどもあのオープニングトークじゃない最初のフリートークで、あの告知させていただいたんですけど、ヒップホップアーティストのジャパニーズマゲニーズさんの新曲明日晴れるかなに、女子高生役として MV に出演しております。傷ついた女子高生がタイトルにもなってる明日晴れるかなと、希望を持って頑張ろうという役どころでした。撮影頑張ったので、ぜひ YouTube にて見てみてください。よろしくお願いします。お願いします。ぜひチェックしておいてください。チェックしてください。はい。そして、ごめんなさい。一応ね、あのレベリズムスタンドからちょっと告知をさせてください。はい、はい、まず10月の27に、はい、R2 シェイクボリューム2ですね。ボリューム 2.5 じゃない、ボリューム 2.5 のオフ会をやりますので、はいはい、このサノナナミと、再生のルクトゥミーと森下咲希で、出演というか、まあオフ会なんで、ちょっとみんなでゲームやって楽しみましょうっていうような、ちょっとあの会をやるので、まだチケットちょっとだけ買えるのかな、余裕があるので、皆さんチェックお願いします。お願いします。
そして、ここから新しい告知なんですけど、R2 シェイクボリューム3が、11月24日お、サブ東京中野坂上サブ東京さんにてやりますので、それは、これから告知出すので、はい、情報をお待ちください、はい、そして、再生のルクトゥミーの新曲、うん、ラブソンだからかっていう曲なんですけど、その曲の振り付けは佐野七海です。楽しみ作りまーす。振り付け依頼しました、佐野さんに。はい、頑張ります。はい、これから振り付け振り入れ入るんでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ以上ですかね。はい、はい、それでは本日のゲストは再生のルクトゥミーのメンバーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次回放送は11月7日木曜日です。それでは皆さん、また来月お会いしましょう。またね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。